幻に終わった SWS 武藤敬司、藤波辰巳、三沢光晴。初めから迷走、めちゃくちゃ。なぜ SWS は崩壊してしまったのか。現在プロレス業界の名手新日本プロレスの親会社は誰もが知るブシロードである。新日本プロレスは2000年代に人気が低迷し経営が悪化したことでゲーム会社であるユークスの傘下に入り、その後ブシロードに移譲された。そしてノアや DDT はサイバーエージェントの傘下になるなど、今やプロレス団体は一般企業を親会社に持つことが当たり前の時代になった。しかし、つい20年前までメジャー3団体と呼ばれた新日本、全日本、ノアは、それぞれアントニオ猪木、ジャイアント馬場夫人の馬場元子、三沢光晴という創業者がオーナーのいわゆる個人商店の色合いが強かった。しかし、それよりも遡ること1990年にこの壁を打ち破ろうという情熱を持って参入してきた企業があった。そう、メガネスーパーである。メガネスーパーはメガネやコンタクトレンズなどの販売を行う全国チェーン店である。この1990年時点ではチェーン店数およそ230店舗、ホテルやゴルフ場の経営および不動産を含め、総資産は1000億円を超えていた。創業者であり社長は田中八郎氏。同社を1台でジャスダックに上場させ、業界2位の大手に成長させた敏腕経営者である。そんな田中社長はプロ野球とプロレスが大好きだった。そのためメガネスーパーは一大ブームとなった第2次 UWF、1989年の横浜アリーナ大会や東京ドームで開催されたユーコスモスの冠スポンサーを務めていた。さらに第2次 UWF が崩壊した後も藤原義明が設立したプロフェッショナルレスリング藤原組のメインスポンサーになるなどプロレスとの関わりを持ち続けた。そして田中社長は自身の子供がプロレスの大ファンであることや選手の引退後の不遇な生活を耳にしたことから自ら団体を起こすことを決意したのだった。プロ野球の熱心なファンでもあった田中社長は将来的にプロレス界にプロ野球のようなコミッションを作るという大きな志とともにプロレス界に参入した。そしてメガネスーパーが作った統一のリングで新日本、全日本、UWF のトップ選手たちがしのぎを削り真のメジャースポーツへと成長させる理想を抱いていた。また田中社長は UWF のような格闘技志向の強い団体にも思い入れがあり、隆盛を誇っていた UWF に対抗するライバル団体が必要だと考えていた。田中社長はプロレスをプロ野球に見立て、UWF をセ・リーグとするならば自身の手でパ・リーグにあたるものを作ろうと考えたのだ。一方で真偽のほどは定かではないが、こんな逸話があるのも事実である。一説ではバブル期に株の売買で100億円近い資金を得た田中社長が税金で持っていかれるくらいならと起こした新規事業がプロレス団体経営であったというものだ。このメガネスーパーによるプロレス界参入は崇高な理念に基づくものだったのか、それとも単なる金持ちの道楽だったのか、はたまたその両方だったのか、田中社長が亡くなってしまった今となってはその真意は知る由もない。こうして田中社長は1990年にスーパーワールドスポーツ、通称 SWS を設立した。まず田中社長の子供が大の武藤敬司ファンだったこともあり、 SWS 設立の前年、若松一正を通じてアメリカの WCW に参戦していた武藤にアプローチをかけた。当初はまず武藤をエースにして3年から5年かけて若手選手を育て、生え抜き中心の団体にする構想を描いていた。アメリカで名を馳せた武藤が帰国したのは90年の3月。後楽園ホールで凱旋帰国の挨拶を行った時、武藤はスーツを着ていた。これはこの日、坂口誠二社長に SWS に行きますのでやめさせてくださいというためだった。武藤は SWS のスケールの大きさに魅力を感じていた。田中社長はこれからはヘリコプターの時代だと言って、巡業もヘリコプターで移動して学校の校庭などに降り立ち、試合をやって、そしてヘリコプターに乗って帰る。そういうビジョンを語っていた。また、神奈川県小田原市の田中社長の自宅に行ったこともあった。地下の20畳以上のスペースは全部冷蔵庫、そして屋上はゴルフのコースだった。提示された契約金は数千万円レベルで、東京ドーム大会を開く際はメガネスーパーの客だけで5万人入れるなど、何もかもスケールの大きな話ばかりだった。次第に武藤の心は揺れ動き、ついに SWS への移籍を決断したのだった。しかし、坂口社長が武藤を直接慰留。ちょっと待て、俺の引退の日に。坂口はこの日、引退エキシビジョンマッチとセレモニーを控えていた。結局、武藤は押し切られ、その場で SWS の田中社長に電話を入れ、今回の話はなかったことにしてくださいと伝え、新日本に残留したのだった。こうして武藤の SWS 移籍は幻となった。アメリカンプロレスも大好きだった田中社長にとって、武藤・ムタは喉から手が出るほど欲しい人材だった。だが、武藤獲得に失敗し、いきなり大きくつまずいてしまうことになった。これが SWS の悲劇の始まりであった。田中社長が新団体設立へ向けて動いていた頃、全日本プロレスでは鶴田と天竜の2枚看板でにぎわっていた。天竜は天竜革命を掲げて阿修羅原と龍源法を結成、川田俊明、サムソン冬樹とともに天竜同盟として全日本に一大ムーブメントを起こしていた。その後天竜は1996年6月にジャンボ鶴田を破って三冠統一ヘビー級王座を奪取、7月にはスタン・ハンセンとの龍冠法で世界タッグ王座も奪取するなど五冠王となった。さらに11月には師匠であるジャイアント馬場からフォールを奪い、世界最強タッグにも優勝するなど充実した日々を送っていた。しかし1990年に入ってからはマンネリから来る閉塞感を感じ始めていた。また、どれだけ活躍してもギャラアップは微々たるもので、待遇面での不満を抱えていた。SWS に入団が決定していた剣道長崎と若松一正は、その情報をつかみ、田中社長に天竜獲得を進言。そして田中社長は長崎を使って天竜獲得に動いたのであった。そんな天竜の不満やメガネスーパー側の動きをファンは知る由もなく、天竜と鶴田の鶴竜対決は異様な盛り上がりを見せ、日本武道館を常に満員にする人気カードになっていた。しかし1990年4月19日、横浜文化体育館での7度目の鶴竜対決の前のこと、天竜はジャンボに負けたら全日本を辞めるよと親しい週刊ゴングの記者に漏らしていたとの報道がなされ、天竜の動向に注目が集まった。そして試合で負けた天竜は4月23日と26日の2回にわたり辞表を手に馬場と会談。馬場は押し切られる形で天竜の辞意を了承することとなった。この時、天竜はマスコミに対し、馬場さんとの話し合いで円満に退社を認めてもらいました。これからはメガネスーパーさんの資金援助を受けて新しく天竜部屋のようなものを作り、メガネスーパーさんが用意してくれるリングに上がります。と胸のつかえが下りたような表情で語った。一方の馬場も、天竜がメガネスーパーに行くことになりました。天竜とは今日を含め何回か和やかに話し合ったけど、すべて綺麗な話ができたと思う。将来は天竜部屋みたいなものと全日本との間で対抗戦が行われることもありえますと語った。この時の天竜と馬場のコメントの通り、天竜の対談は円満であった。選手の待遇面の不満が大きかった天竜にとって、金銭面はもちろん、引退後の生活も保障される SWS は、まさに理想の団体だった。しかし、運命の5月10日、問題が発生する。この日、東京ホテル大倉で、田中社長と天竜が出席し、株式会社メガネスーパーワールドスポーツ設立発表会が行われた。衝撃的だったのが、田中社長の、全体として費用は60から70億円ぐらいかかると思いますというコメントであった。田中社長のこのコメントがなぜかバッシングの対象になった。ターザン山本週刊プロレス編集長が SWS に対して、金の力でプロレスを壊そうとする侵略者、金につられて集まった理念なき寄せ集めのレスラーたちという痛烈なバッシングを展開したのである。そして SWS はこの週刊プロレスを見たファンから猛烈な反発を受けることになってしまったのだ。ただしこのバッシングには裏があった。なんと SWS の引き抜きに激怒したジャイアント馬場がターザン山本に金銭を渡してバッシングの記事を書かせていたのだ。当時の橋本真也がこんなコメントを残している。プロレスにお金を出してくれる人のことを悪く書いたら、これからスポンサーになろうと思っている人も逃げちゃいますよ。そんな逆風が吹く中、SWS は団体設立に向けて動きが本格化していく。5月から8月にかけて、全日本プロレス、新日本プロレスから次々と選手の入団が発表された。若松一政、城司高野、剣道長崎、鶴見五郎、片山明、サムソン冬樹、高野俊二、石川隆史、大谷健一、平井信和、ザ・グレート歌舞伎、八代義明、佐野直樹、維新力、新倉文弘。微妙な顔ぶれであるが、すごい数の選手である。特に全日本プロレスは天竜をはじめ多くの中堅選手、さらにはスタッフまでが SWS に引き抜かれた。そのため、一時団体崩壊の噂まで流れるほどの危機的状況に陥った。しかしこの危機に立ち上がった男がいた。三沢光晴である。当時、二代目タイガーマスクだった三沢は、試合中に自らマスクを脱ぎ、素顔の三沢光晴として全日本のために決起したのだ。だが天竜はこの三沢を SWS に引き抜く画策をしていた。天竜は主席で三沢に話した。今の給料の倍は出すから。だが三沢は今の状態で満足ですよと返答。天竜は分かった酒の席のことだからこの話は忘れてくれと三沢に告げた。こうして SWS の三沢光晴は幻に終わったのである。一方の新日本プロレスは城司高野と佐野直樹を引き抜かれたが、過去に幾度かの大規模な離脱劇に見舞われていた経験があり、対応が早かった。早急な遺留工作を行い、主力級の選手はほぼ残留することになった。実は SWS は武藤の他に藤波辰巳の獲得も狙っていた。しかし、新日本プロレスが藤波の描いていた構想の実現を後押ししたことで、藤波は移籍を思いとどまったのである。その構想とは、まさに SWS が導入した新しい制度、部屋別制度に近いものであった。そして藤波は新日本プロレス内に社内企業のような形でドラゴンボンバーズを結成。さらに最終的には無我という形で自主興行を実現することになっていった。この時、新日本が藤波の要望を認めていなかったら SWS へ移籍していたかもしれない。そして8月30日にホテル大倉で SWS 事業概要発表会が開催された。その場で非常に画期的な発表が行われた。それは相撲界にある部屋別制度という仕組みを採用し、部屋別対抗戦をカード編成の主体とするものであった。そして天竜率いるレボリューション、若松率いる道場劇、高野率いるパライストラの3つの部屋が誕生したのである。だが田中社長が描いていた構想は現実的には難しいものばかりであった。それは田中社長がプロレスの仕組みに関して全くの素人だったからだ。田中社長はプロレスラーをアスリートと捉え、プロレスの勝負をガチだと思っていたのだ。そのため、勝利者賞や勝利ポイントに応じた年間タイトルとして5000万円の賞金を用意した。また、ルールは従来のプロレスと UWF の中間に位置するようなものを採用した。場外決着をなくし、レフェリーに絶対の権限を持たせた。また、サブレフェリーの起用やリングドクターの常駐、ジャッジ制を導入するなど、スポーツライクな戦い、フェアプレー精神を強調した。だが一方で、1990年11月には、あの WWF との2年間の業務提携を締結した。スポーツライクなプロレスをやりたいのか、アメリカンプロレスをやりたいのか、プロレスファンは理解に苦しんだ。だが選手たちは待遇面からするとかつて所属していた団体より数倍のギャランティーをもらうようになっていた。天竜に至っては当時のプロ野球選手の最高年俸中日ドラゴンズの落合博満並みのギャラをもらっていた。しかし、高額なギャラをもらっていても選手の不満はなくならなかった。特に部屋別制度を設けてしまったことで派閥の形成が助長され、トラブルの原因になっていった。天竜のレボリューション所属ではないレスラーたちは、天竜がエースで当然、初めに天竜ありきのマッチメイクに不満を持ち始めていた。マッチメイクはレボリューションのザ・グレート歌舞伎が担当していたこともあり、劇やパライストラからの不満が大きくなっていった。そして埋まらないほどの溝ができてしまうのであった。また SWS としては WWF の選手とのドリームマッチを提供することでファンに夢を与えているつもりだったが、当の選手たちの思いは違った。WWF と提携して高額な金を払うのなら、海外のインディー団体から選手を招聘した方がギャラも安くて済む。その分自分たちに還元してほしい。選手たちはだんだんとわがままになり、自分のことしか考えなくなっていった。このように SWS の内部はめちゃくちゃな状況になっていた。こんな状況で団体が長く続くはずがない。次第に田中社長のプロレスへの情熱は失われていき、旗揚げからわずか2年、1992年5月25日に団体の活動休止が発表されたのである。大失敗に終わってしまった SWS。週刊プロレスの記事、SWS は金券プロレスというネガティブなイメージを最後まで払拭できなかった。この一般企業を親会社に据え、その子会社としてプロレス団体を経営するスタイルは企業プロレスと揶揄された。だが、現在の多くのプロレス団体はその企業プロレスであることも事実だ。この SWS が現在のブシロードの新日本プロレス、サイバーエージェントのノアと DDT の運営の礎になったのだ。そういう意味ではプロレス界に一石を投じた SWS は歴史的にも貴重な存在だったのだ。こうしてプロレスから撤退したメガネスーパーだったが、2015年11月に行われた天竜の引退試合にスポンサーとして協賛していた。そして天竜へのメッセージが届けられていた。天竜選手、レスラー人生39年間お疲れ様でした。そして、SWS 発足からの2年1ヶ月間、本当にありがとうございました。元 SWS スタッフ、関係者一同。日本プロレス界を揺るがした SWS は黒船だったのか、それとも救世主だったのだろうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。